ございます、アンディです。今日は11月の8日日曜日、滋賀の琵琶湖にツーリングに行きたいと思います。今日はね、アメバクメンバーの宝とシャーレ水ヶ浜っていうカフェで合流して、そこから琵琶湖バレーかなの天空カフェと、メタセコイア並木と琵琶湖北部一周って言ったらいいのかな、そんな感じで行きたいと思います。今日はね、いつも撮り終わったんですけど、アフオです。アフオって。今日はアフリカツインをレンタルしてきました。CRF1100L アドベンチャースポーツ ESDCT が正しかったな、ごめんなさい、ちょっと怪しいんだけど、アフリカツインの最高峰モデルを24時間でレンタルしてきました。今日はね、この相棒で行きたいと思います。ちょっとね、いろいろ昨日帰ってガレージで遊んでたんですけど、このイニシャルアジャスターが油圧ジャッキになってるんですよね。なんでリモートでまず一人乗りプラス荷物積んだ時、二人乗りプラス荷物積んだ時っていう4パターンあります。この4パターンのイニシャルをこのスイッチを使ってね、設定でパパパって変えられるんですよ。結構すごいなっていう感じでした。タッチパネルにもなってて、スイッチでも使えるっていうことでね、トリオはタッチパネルになってないんですよ。だからこっちの方がね、機能的には高機能ですね。見てもらうと分かると思うんだけど、スイッチがね、全然量が違うんですよ。オートクルーズもあるし、ここにファンクションキーもあって、 Apple CarPlay にも対応していて、いろんな項目を割り当てができたりとかね、トリオにはない ETC のランプがここにあったりとかね、かなり機能としては本当にてんこ盛り満載です。トリオと同じようにトラクションコントロール、パワーマップ、エンジンブレーキ、あとサスペンションも全部電子制御でスパスパスパンって変えられるので、いやもう時代はやっぱり電子制御だなっていう感じになってきましたね。しかも iPhone と連動してるし、かなり近未来なバイクになってきたなという感じがします。あ、そう。で、あとね、これビッグタンクで24リッタータンクなんですよ。だからもう航続距離が半端ない。今、瞬間燃費でさっきね、リッター20ぐらいだったかな。あ、戻んねえのか、これ。瞬間燃費で 20.7 で、ビッグタンクで24リッターだと480キロ、単純計算で。まあ480は多分ちょっときついんで、400キロはまあノンストップでワンタンクでいけるでしょっていう感じかな。そういう意味ではね、かなりツーリングするにはいろんな意味で快適だなっていうのをもうすでに感じております。ただ滋賀に行くだけじゃ面白くないんで、三重県の倉掛峠っていうところを経由して滋賀県の琵琶湖の孤島って言ったらいいのかな、そっちに入ってシャーレ水ヶ浜で遅い朝食早い昼飯を食べに行きたいと思います。倉掛峠に入りました。路面はもう完全にウェットだね。うわー、落ち葉も結構あるから気をつけないとね。ウェットだとアーバンで全然ちょうどいいぐらいだな。サスペンションはミディアムかな、これ M って書いてあるけど、確かソフトとミディアムとっていう感じだったと思う。ハードかなとね。なかなかシフトタイミングいい感じじゃん。今オートマチックで走ってるんですけど、なんかね、ゴールドウィングの時はちょっと違うなっていう感じだったんだよね。コーナリング中にシフトダウンしちゃったりとかしてたんだけど、全然そんなことないね。シフトダウンのタイミングがいい。ああ、いいねいいねいいね。一足に入らないところもまたいいじゃん。なかなか良さげですな。落ち葉が怖いね。ちょっと気をつけないとね。上の方は多分もっと積もってるもんな。
よし、アーバン OK、 グラベル、グラベルが多分一番パワーあるんだよね、きっと。あー、シフトアップのタイミングもちょっと引っ張る感じだね、少し遅い。おー、はえー、加速するね、さすが1100、回転上がんなくてもぐいぐい進んでいく感じ。落ち葉気をつけて。おお、いい感じで色づいてますな。次、オフロード。オフロードはパワーは3段階なんだね。4分の3パワー。ドラコンも同じぐらいなのかな。ちょっと落ち葉が多いな、ウェット落ち葉は嫌だな。ふう、いい景色。ユーザー1、ユーザー2、ツアー。まあウェットで今日のコンディションだとやっぱツアーが一番走りやすいな。アクセル開けやすい。言っても1100の2気筒のトルクやっぱあるもんね、下からグイグイ来る。アラーム鳴っちゃったよ。落ち葉は気をつけないといけないね。まあ、逆にこういうシチュエーションはこういうアドベンチャー系の方がタイヤもでっかいしストロークもでかいからいいね、安心できる。おお、いい感じに紅葉色づいてますね。すげえ綺麗。おっと、落ち葉がいっぱい、気をつけて。おお、いい感じで色づいてます。こういうところはさ、紅葉見に来たおじいちゃんおばあちゃんが路駐してる可能性もあるからね、そういうのも気をつけないといけないね。登山者、おお、こういうの、こういうの人がいるんだよ、気をつけないと。なんかちょっとアフターファイヤーかっこいいね、バックとか言って。シフトダウンもショックないな。落ち葉危ない。
落ち葉いっぱいになってきた。もう積もってるもんね。はい、倉掛峠登り切りました。お、寒い、めっちゃ寒いぞ。ハイビームロー、はい、あー結構広いな範囲が。最近のバイクはヘッドライトも明るくなってきたね。いい傾向だ。落ち葉とウェットで初めてのレンタルバイクでアクセル全開ってわけにはいかなかったですけど、まあそれでもハーフスロットルぐらいだったかな。やっぱり1100下のトルクがあるね。もうちょっとひねるだけですぐ回転上がんないけどスピード出るって感じ。ちょっと写真タイム。よし。